ライジン46、4月29日、東京、有明アリーナ、のメインイベントで行われた、ライジンフェザー級タイトルマッチ、デー王者、鈴木千尋、クロスポイント吉祥寺、が挑戦者の金原正則、リバーサルジム立川アルファ、O1R で TKO で破り、初防衛に成功した。1R、ミニストレートを振った鈴木に金原がカウンターでタックル。鈴木はこらえ、 逆にロープに押し込む。金原バラは膝。鈴木も膝を返すとこれがローブローとなり一時中断。再開後、鈴木は左ロー、左インロー。金原バラは左フック。鈴木は左インロー、右カーフ。鈴木は右ストレート、右カーフ。鈴木は圧をかけて左ジャブ。金原バラはノーモーションの右ストレート。金原バラのワンツーはバックステップでかわす。鈴木は圧をかけて左ボディ。 右ストレート、さらに圧をかけた鈴木は一気にラッシュ。金原も打撃戦に応じ、打ち合いになるが、左フックでぐらついた金原にパンチのラッシュの鈴木。ダウンした金原はガードを固め、下から腕十字を狙うが、鈴木は許さず、中腰でのパウンドを連打。金原はガードを固め、足で距離を取ろうとするが、鈴木は怒涛のパウンドのラッシュ。金原のセコンドがバトンを投げ入れ、 鈴木の TKO 勝ちとなった鈴木は試合後にマイクを握ると、有明に稲妻づまとしてやったぜ、言ったろ、1R で KO するって、有言実行、これでまた一歩、絶対王者に近づきましたと絶叫そして、僕がアゼルバイジャンで王者になったときに、子供たちと約束してきたんです。将来の夢って何ダブルコートと聞いたら、格闘技選手、サッカー選手。 特にサッカー選手が多い。僕が子供たちに何が欲しいと聞いた時に、サッカーを練習する場所が欲しい、と言ってきたんです。約束してきたんで、僕一人では無理なんで、近々クラウドファンディングでアゼルバイジャンにフットサル場をプレゼントするんで、皆さん、力を貸してください。お願いします。そして能登のみんな、勝ったよ。約束したろ、勝つって。みんな見てる、ありがとうな。 と呼びかけた。続いて、皆さん、いつも応援ありがとうございます。これからも絶対王者になり続けるんで、俺を信じてついてきてください。日本の雷神を俺が世界の雷神に変えます。俺について来い、と宣言。さらに、6月、ゴミさんとボクシングでガチファイトで戦ってきます。恩師を超えるためには KO で勝たないといけないんで約束します。ゴミさん、 KO を勝ちするんで楽しみに待っていてください、とアピール。鈴木は6月23日に国立代々木競技場第二体育館で行われるノックアウトのビッグマッチでゴミ高乗りとノックアウト特別ボクシングルールで対戦する。最後は自分の本を出しました。稲妻メンタル、手本。なんで俺が勝ち続けられて、ここまでブレずにまっすぐ来れたかを書いています。これ読んで、痺れる人生を生きようぜ。 と事長、夢を叶える、稲妻メンタルの PR でマイクを締めくくった。なお今大会はアベマ PPV など